アリオ深谷は、埼玉県深谷市に立地するセブンアイクリエイトリンクが、管理委託、深谷上芝ショッピングセンターが運営する、複合商業施設である。もともとは1982年にオープンした、伊東洋家道深谷店と、その専門店街である、深谷上芝ショッピングセンターサングリーンであったが、隣接する深谷市場芝公民館及び、 深谷市勤労者家庭支援施設の改築にあたり、市が上芝地区複合施設整備事業として、PFI 法に基づく公民連携事業を導入することになったのを受け、サングリーンを運営する株式会社深谷上芝ショッピングセンターが同事業に応募、伊東洋稼働及びサングリーンのリニューアルと複合施設の整備を一体的に施行することになった。 事業スキームとしては、上、芝公民館及び、エルフォルテの敷地に、借地借屋法、第23条第1項に基づく、事業用定期借地権を設定し、これを深谷上芝 SC が借り上げて、ショッピングセンターと、公共施設を一体整備し、市が深谷上芝 SC から、公共施設部分を賃借する。公共施設部分は、市の直営となるため、 公共サービスの運営までを民間委託する PFI とはやや異なるが、これに準じたスキームであると言える。2010年9月1日に食品売り場が先行開業。同年12月1日にプレオープン。同年12月2日にグランドオープンした。アリオとしては10番目の店舗であるが、既存店舗のリニューアルとしては初の店舗であり、 熊谷、深谷地区最大の複合商業施設となる。公共施設部分も、アリオのグランドオープンに先立つ11月4日に上芝生涯学習センター、城芝公民館、深谷市男女とも動産が推進センター、深谷市ふるさとハローワークから構成される複合施設、キララ城芝としてオープンしている。 3階建ての建物の1.2階部分をありを深谷として営業する。各テナントの一覧、詳細は、下記の公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。